ワイルド7、ワイルド7、ワイルド7は、もち美希み作の漫画、テレビドラマ化などもされている。このページでは、漫画はもゆびすべての続編、これらを原作にした作品を紹介する。相手が悪人ならば殺すことを許されているグループの、名前、メンバーは7人で全員オートバイに乗っている。創設者であり、上司でもある、隊長と呼ばれる、草葉がいる。ワイルド7、 魔像の十字路編の続編にして番外的短編エピソード。記憶喪失になった費用をイコが探す。正編の結末でヒクマの独裁政権に支配されてしまった日本。草葉が費用以外は偽物の偽ワイルド7を結成してヒクマにぶつけ日本を取り戻す過程を描く。数年間行方不明となっていた費用を中心に草葉が 新たに結成した新生、ワイルドナの新たな戦いの日々を描く。生変の解説を参照のこと。新生、ワイルドナにおいて、費用と並ぶほどの実力を持った男。本名、生は、クロス。かつて海外各国に潜入していた、潜入刑事で、そのため英語は、ネイティブ級、多くの国で交換と知り合いだったり、何かと顔の利く男。また、 各国で女性と浮き名を流していた色男でもある。京都出身、セクシーな美女。アフリカンアメリカ人を父に持つハーフであり、京都弁を駆使する。クロス同様、戦闘の実力は高い。三十七歳独身の中年男。聖変の親分ともどこかにいた、ぶっきらぼうな男。神奈川県警から転属になった二十五歳の男、苦労人であるとのこと。 元時計製造会社の社員。目立った活躍もないまま、第六話で2ツの二郎に隙をつかれ、タイラオス国境の水面に落とされ殉職。第一期のワイルド一行に、途中から成り行きで参加した三井屋の飛行機乗り、パイロット。ジャッキー・テントは、三井屋のコンビ。大柄な男で、青変のヘボピーノを追っていた、巨大ポジション。タイラオス国境で、麻薬村を守る。 女兵士の集団に襲われ、女と戦わない主義を貫き、反撃しないまま殉職。マスダ一心と共に、一期のワイルドになりゆきで参加して、メンバーとなる。三輸屋の実行部隊。小柄な男。平押す国境で、畑もすけを助けようとして自らも、船と岩場の間で圧死させられ。なお、本編中に、相棒のマスダ一心とを、 作者自身が名前を取り違えていたと見られる。おかしな吹き出しがある。モスケ、一心、ジャッキーの殉職後に加入。スキンヘッドで大柄な中年男、45歳。エンゼルのルサイドカーのサイドカー席にいることが多い。モスケ、一心、ジャッキーの殉職後に加入。小柄でイガグに頭の消防図に見えるが年齢不詳。友情に熱く。 仲間を助けようと窮地に陥ることも。本名、またコードネーム不明。本名、またコードネーム不明。コミック伝説マガジンで連載された OVA ワイルドナアナザー暴力運河のコミックス版。中米にカラグアを舞台に豪華客船を乗っ取ったテロリスト相手に31歳のヒハが活躍する。短編のスピンアウト作品。30代になったヒハが登場。 2011年公開の劇場版に合わせて描き、下ろされた新作。若き日の費用を彷彿とさせる新キャラ、タイゴが登場。実業の日本社館、2011年12月21日4年後、京都・横浜を舞台にした続編が刊行された。事実上の餅月氏による最後のワイルド7エピソード。実業の日本社、2015年11月28日。 電子配信雑誌、カタナ、ebook イニシアティブジャパンにて、足掛け5年、2009年4月から2014年7月、全11回にわたり掲載された、唯一、全、ページカラーで描かれた、もちづきみきの遺作。後実業の日本社より、大型本として紙媒体で刊行。アメリカの田舎町で、保安官をしていた被判が、難事件解決のため、日本に連れ戻される。 実業の日本社、2014年11月28日、ラスター社の娯楽機、パチスロワイルド7用反則パンフレットとして2007年に発行された数ページの超短編。パチンコ店への反則要書を察し、非売品のため、一般読者の目に触れる機会は、極めて少ない。オリジナルシリーズの、費用、両国、世界、雪が登場。ページ分の見開きカラーには、 ヘボピー、親分、800も描かれている。マシンガンによる銃撃戦、オートバイによるアクションを交え、原作の設定を活かした独自のストーリーが進行していく。本作は当初、全番組の正義を愛する物月光仮面と同様にアニメーションでの映像化も検討されていたが、企画者の岡本直文。 国際放映プロデューサーが1万年者の絵藤・君彦を強引に説得するとで、低予算にもかかわらず、実写映像化を実現した。視聴率も20%台を稼ぐほどの人気を博し、一時はブラジルへのロケーション撮影も予定されていたが、放送はニクールで終わっている。本作の監督を務めていた六史家英雄の証言では、フィルムの使用量超過で始末書を書かされるのは、 日常茶飯事という撮影現場でもあったことから、当初の予算枠をはるかに超える赤字の連続に、制作会社の国際放映が耐えられなくなり、終了を余儀なくされてしまった。プロデューサーの岡本も、責任を取る形で本作の終了後に、国際放映を退社してる。この作品での、ワイルド7は、世界征服を企む悪の組織、ブラックスパイダーを壊滅させるために結成された。 国際秘密警察の協力機関であり、殺人が許されるのは国際秘密警察に属していためである。ただし、活動はワイルド7ナナだけで独立して行っている。草葉は普段は秘書の英子と共に弁護士事務所を経営している。草葉隊長も自らバイクに乗りたたかいに赴くこともある。ヒハはワイルドのリーダーだったに、原作とは全く異なるキャラクター。 縁、ミ岸龍之介の死で入れ替わりに入隊、新リーダーになる。800の前職が、プロ野球選手から、ゴルファーに変更されている。チャーシューは髭を生やしゴーグルではなく丸メガネをかけるなど、漫画版の両国にそっくりで、両国の死後は、両国のバイクに乗る。 これはもともと花巻が両国役に決まっていたものを、制作側の要望で後から小池をねじ込んだためで、ゆえに花巻も小池も、なかなか調子を出すことができなかったと、当時の共演者も証言している。小池は、第十三話で降板する結果となったが、劇中に一切小池の出演映像がないまま、セリフだけで両国の主が語られるという異例さだった。なお、原作では、 チャーシューが最初に殉職していたが、このドラマ版では、両国殉職後チャーシューや世界は、最終回まで生存していた。この両国殉職の説明があった第十三話の次の回で、新メンバーとして、ドラマオリジナルの隊員、モヒカムが登場する。英子は演じたシンリアンヌによると、午後十一時の収録で、 週に日程しか空きがなかったためドラマ版オリジナルで作ってもらった役で第6話洗脳された英子はもっと出番が欲しいと希望したことで稀た話だという出演が決まった時は自分もレザーの衣装でバイクに乗れるんだと思っていたが結局サイドカーに乗ることしかなかったバイクは仮面ライダーと同じく鈴木の車両が使用されたまたプロップガンは MGC ボンドショップが協力している。エンディングの最後、この作品における人物、事件、設定などは全てフィクションでありますの字幕の後には、オートバイは正しく乗りましょうという安全運転換気を促すメッセージをしている。また、このメッセージのバック絵やア,アイキャッチには、原作者の持月のオリジナルイラストを元にしたイラストが起こされ、使用されている。 商品化としては、当時、青島から漫画版、ワイルド7のバイクキットが数種発売されている。第21話、誘拐の起きてラストシーンに挿入歌として、吉田田、苦労の置き去りにした悲しみは、が使用されている。最終話なしで、ゴールドサタンを倒した時点で、ブラックスパイダーは壊滅となり、費用たちは、ワイルド7の任を解かれた。 1974年、つぶらやプロダクションで、シンワイルド7の企画書が作成されたが、制作は実現しなかった。ノンストップは1980年代以末まで、六本木や米軍基地などで、ライブ活動を行っていた6人編成による、ソウルミュージックバンド。メインボーカルは、福本和夫で、解散後も、大阪を拠点に、ライブ活動を行っている。 オープニングテーマの歌詞、この世のドブさらいと似た表現が、後に、原作、魔像の十字路編書記で、街をきれいにするにはドブをさらう人間も必要なんだ。汚い仕事をする奴がいなけりゃ、予中は良くならんのだ。という草葉のセリフとして登場している。映画版のセリフでも、ドブさらいが多用された。オープニングテーマは2009年にテレビアニメ、空の落とし物第8話で、 星総一郎、鈴木桃良王による歌唱でエンディングテーマとして使用された。映像は当番組のオープニングのパロディになっていた。エンディングテーマのワイルドセブンワイルドライダーというフレーズが初期 ED の歌詞スーパーではワイルドセブンワイルドセブンにご表示されていた。第5話からは正式な歌詞へと修正されている。モヒカントエ子はドラマオリジナルのキャラクター。 モヒカンは殉職した両国の公認。エイコは草葉の秘書。前には、徳間が当時展開していた OVA レーベルイアクションシリーズの第3弾として制作された。アニメーション制作はアニメートフィルム、スタジオ機関、現、ピエロプラス。原作の1巻から4巻のエピソードを再構成したもので、第1話が野生の七人。 第2話がバイク騎士事件を収録している。制作時期の1990年代に合わせて一部描写にアレンジが施されているが、それ以外は原作にほぼ忠実。銀行爆破し逃走した強盗団をワイルド7が追い詰め、退治と称して全員を射殺するシーンから始まる。主要人物の出自や経歴などの解説は、オープニングの演出として組み込まれている。 MC プロの大岩、遠い弁護士、黒松といったシリーズ最初期の悪役は、第1話で出揃う。第1話で、ワイルドの作戦行動を妨害するため、黒松が、バイク騎士を差し向け害を襲撃させる事件が、第2話への伏線となる。なお、第1話中盤で数秒程度だが、作者の持月本人が、サッカーおじさんという役名で登場する。一部に、暴力的な描写、 ショットガンで人間の頭部が吹き飛ぶなどがある。なお、発売された OVA 版以前に、シンワイルド7の OVA 化が発表されていたが、制作途中で企画が凍結してしまい、サントラ CD のみが、東芝 EMI から発売されている。地上波では、琵琶湖放送やテレビ、岩手などでも放送、第2パナマ運河を航行中の高価客船 WC が、 古代人民兵団を名乗る人味に CE ジャックされる。人質の中に日本のゼネコン超日本建設の重役、長島が含まれていたため、その会社の社員らが独自に救出部隊を雇うことを決定。元傭兵で南米で生活していた批判は中学時代の同級生で同社社員の桃井に懇願されて救出部隊に参加することになる。その部隊名は、 チームワイルドと決定されていたがメンバーが未定だった。そこで、ヒハはすでに同社の重役、赤木がスカウトしていた、ルックス、ヨントンラと共に、船を追いながら、他のメンバーをスカウトして、ワイルドを組織していく。チームワイルドのメンバーは、以下の通り、彼らは一度、水中より、船内に潜入して、救出を図るも失敗。その後、メンツにこだわる、 地元警察の妨害を受けるが、草葉の格索により、国連の雇った PKF 部隊という肩書を得て、w c 号に運河の水門からバイクごとジャンプして突入。7人のメンバーで古代人民兵団に立ち向かい死闘を繰り広げる。この作品には、ワイルドなナ,ナアナザー暴力運河というサブタイトルが付く。原作にあたるコミックは、費用、全日刊。 コミック版の方が OVA 放送終了後に出版されている。コミック版ではルックスにあたる人物が茨城ダントツにあたる人物がホルヘとなっている。また他のメンバーの経歴もアニメ版とは異なる。ビクターエンタテインメントより DVD が発売されている。2011年12月21日に全国公開。監督はハスミエイチロー。 主演は得たほか、北九州でのロケでは、実際に市街地を封鎖し、行われ、高速道路は建設途中の道路を使用している。丸の内ルーブル、渋谷東急、新宿ミラノ、池袋シネマロサタ全国292スクリーンで、公開され、2011年12月24、25日の公開発週週末の土日2日間は、公衆8。 744万6200円、動員6万4348人になり、映画観客動員ランキング、工業通信社調べで、初登場第10位となった。2012年5月23日発売。発売元は、ワーナーブラザースホームエンターテイメント。ヤングキング2009年19号より、作品生誕40周年を記念したトリビュート作。 ワイルド7トリビュートが6号連続掲載された。参加する漫画家は以下の通りで土山や小林などもちのアシスタント経験者も参加している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。